いやー、お疲れ様でした、本当に。申し訳ない、応援してくれてた人、今日はもう散々ね、人の枠、ああだこうだ言っといて。本当に情けなかったです。聞こえますか？いや、本当に申し訳ない、もう恥ずかしいです、僕は。映像も来てる。映像も来てる。じゃあ、ですね。ちょっとわからない人のためにも説明をしようと思うんですけど、ですね。深夜中の枠で配信はしてたんですけど、まあ、研究用の動画にっていうことで、録画を残してありますので、今から昨日の別角度で撮った、動画を皆さんに公開したいと思いますが、準備はよろしいでしょうか？あ、そうなんですよね。深夜中の枠で急遽やることになって、ドルさんが夜中の枠に、行こうっていうことで。OK。じゃあ流してもいいですか？いきますか。まったりいきましょう。頭痛い、マジで。いきまーす。スタートでーす。そう、だってドレスが来た感じで。ぶっちぎりで企画の呼べるのもったいない。いやいやいや、僕は全然。2000呼べるのもったいないが。で、やっちょくん、やっちょくんどこに。今日だって、おはようございます。楽しんでってください。野鳥は落書きしたみたい。配信用だって録画だもん、これ。逆角度だね。向こうの青コーナーの左側の青コーナーから撮ってるから、野鳥は。ちょっと別角度だけど、別角度だけど。ああ、いいっす。あ、アメリカ人か。誰か分からん。腹すすぎや。パイさん連絡取れないね。取れないか、多分寝てると思うよ。ね、飲んでる。俺のせいにされてるから。そうやろ。これ使うの使えばいいよ。まあ別角度はね、やっちょとはまた別の楽しみ方できるから面白いと思うよ。実際のリングこの広さ、もうちょい広い。けどこんなもん、こんなもんなんだと思ってる。だから逃げたりっていうか距離取ったりはできない。そうです。あ、そうなんだ。オッケーオッケー。そうですよね。多分マーブル後ろしないと押して離したもん。
ドレさんまたでかくなってたっしな、ラオウみたいになってた、ボディ痛いよ今でも。ドレさんまたでかくなってた、もうね、ケンシロウみたいな体って言ってたけど、ラオウみたいな体になってる。ラオウだよ、ラオウ。あ、北斗豪昇派打てるぞ。なんか足細いと思ってたけど、実物見たら足めちゃめちゃ太かったからね。上半身が発達しすぎなんだよ。あ、初絡み多いかもしんないね。わかんないけど。まあ東京先輩は全然絡みあるけど、ボディが効いたっつうか、もう何、記憶がないね。おはようには記憶が全然ない。え、当てるんですか？当てるんですか？触るだけ。怪我したらやさ、胸筋おかしいだろ。胸筋おかしいでしょ。胸筋どうなってんだよ。死ぬぞ宮城さん。音がおかしいもん。綺麗なフォームだな。そうだね、当て感必要だね。綺麗だな、綺麗だな、芸術的だね、芸術的。すげえ、なんだこれ。東京先輩強いよ。ドレさんさすがだね、かっこいいね。なんだこの筋肉、異常だよ、芸術だよね。アスリートの体は芸術だよ。俺女の子だったらこんなベルセルクみたい、ベルセルクのガッツみたいな体でセックスできないでしょ。死ぬよねこれ。軽く流してこれだからね。準備できた順で回していこうって。なんだこの体。何もかも、しかも速いかんね。ドレさんの売りはパワーもそうだけど、速さだから。東京先輩はそう、ミット受けてる人ね。やばいよね。っていうか、会長もめちゃめちゃ強かったからね。会長素早いっていうか、コンビネーション綺麗、東京先輩も綺麗だからね。マンションの椅子なのかわかんない、地下だったの。会長超うまいよ。しかもこっちは掴めなかったから、しかもね、気づいてない人いっぱいいたけど、サウスポーなんだよ会長。初めてのサウスポー超やりづらかったよ、超やりづらい。いや、みんなすごいよ。リング大好きな人たちだよ。体感やばいよね。本物のアスリートはすごいね、みんな。そう。金梅さんのセコンドね。
押す感じでこっちは押して金梅さんのトレーナーの人引いて、引こうこれは今回ね、これで倒れるやつは、はい、こっちに回ってこうやる。うわすげえ。どうやこうやってるか。こうやってやる。まあ、ちょっとねリングに近いから迫力あると思うよ。リング全部見えるからね。結構上の方から撮ってるから。まあ、出るだけでもすごいと思うよ。すげえ滑るんだよ、リング。近いんだよ、もっと。サッカーみたいに、一回膝先をフランクして、サッカーを切るんで、バンカー。投げちゃう、こうやる。お前、さっきのかな。迫力あるよね。ストレッチは軽くしたね。グラッドっつうかね、リングの裸足で蹴るのが初めてだから滑ったんだよね。靴履いてるのに慣れてたから。ヒカルくん、いい、綺麗だよね。ドレさんが竹刀持ってるってこれ人を殺せるからね。去年ここやったんですか。あそこもすごい動き。あ、でも充電のドレさん今こっちドレさん、竹刀いらないでしょ。ドレさん、竹刀持ってなくても逆らうやついねえから。誰が逆らうんだよ。おかしいでしょ。武器必要ねえわ。完全に演出でしょ、あれ。これ、2分かかって、なんか、どうするか。いや、あ、まあ、ラスト30ぐらい。ラスト30ぐらい。いや、チャンピン顔とか一番でかかったね。そうっすね、ストレッチ。シナいらないでしょ。一番型いいからね。押しちゃって、弾くの。弾く、そう。距離が合ってなくて押しちゃってるから。そんなそっから行かない。そうそうそう。それで今、よく狙ってごらん。もう完全に流れちゃった、こっちに。実際殴るのは一点の。今こういうふうに交差してるけど、本当に殴るのはあの先一点なんだ。今流れてる。チャンピンやっぱ蹴り良かった。おおってなったよ、みんな。どうしよう。ちっちゃい30あることはあるけど。ある。ちっちゃい。このこうアングル。ここも一応アングル。2ヶ月だね、パコノスケさん。シャシャッととか言わないの。
金梅さんがいなかったから刺さったとか、そういう失礼なコメントやめてください。本当にすごい人だから。技術すごかったから。そのさ、技術がすごいのを教えてもらったのに、シャシャったとかさ、もう本当に、最低なコメントだよ、本当に。お前、負けるぞ、三男坊。会長めちゃめちゃ強いからな。ジャブのスピードってやべえだろ。シャシャるとか言うな。見た目上でコメントってお前らそういうの大好きだよな、ほんと。ちょっとね、ロープが緩かったね。ベロンベロンだったね。いやすごいよ、テクニック。生まれて初めてそのリバーブローっていうのを食らったよ。ボディなんか効かねえよって高く食ってたからな。ボディ5発ぐらいもらった。女がいるからとかやめなさいよ、ほんと怒るよ。会長見てるかもしれないし、会長すごい人なんだから。お前らリスペクトが足りねえよ。シャシャルとかよ、女がいるから動きがとかやめろ。ハートプレゼントありがとう。ハートありがとう。あれやばいね、リバーブローって。本当に、あれ本気で打たれてたら一発で乗されるわ。ゲロ吐くよ、あれ。あんな、初めの一歩の世界だよね。おはよう、バタフライテール、おはよう。反省会です。反省会、みんなで僕のダメ出ししましょう。反省会です。ワドをぶったたく会です。今日はいいよ、俺のこと叩いても。リスナーさんに申し訳ないことをしたよ。リバーブローって言わない？レバーブローじゃなくてリバーブローって言うよね。俺間違ってどれに負けたくない感が前面に出てたとか言うなよ。こういう恥ずかしいこと言うなよ。リバーブローって言うよね。もしかしたら当日の会場もっと狭いかも。新木場ファーストリングはもうすごい狭くて有名なリングだから、下手したらこれより狭いかも。いや会長さんは理にかなってるよ。あー、野鳥の枠でしょ。別カメラだね、これは。レバーは効くよね。いや、狭い、狭くて有名、新木場ファーストリング。上半身が移動すぎるだけ。でもアップってこんぐらいやんないと汗かくぐらい、試合の時ってもう温まった頃終わってるから。ですね、思った以上に動かない人見て、もうこの人数で上がってんだから300人見てたらもうしびれて多分動けない。片方75ミリルースもね、いつもの半分ぐらい。青山このまま戦ったかんな。Gパン、Gジャンで戦ったかんな。ちょっと会長、お前らのせいで会長の動きをお前、ふざけんなよ。お前ら訂正しろよ。ふざけんなよ。会長の動きがツボになってきたじゃねえかよ。お前、ふざけんなよ。
そんなにコンパクトなんですね。こう伸びてたら力入るんですか。ソースバックルとかやめろよ。いや、会長の動きが正しいんだよ。本当に理にかなってんだよ。お前ら本当にクズ。で、ここの軸足を回して、このかかとが、会長絶好調。バスカセンター、バスカセンターって言ってバスカセンター思ってるんだね。バスカセンター思ってるんだね。え、もうコメントが、お前これでお前一番前だ。みんな、いっぱいアップね。後ろの踏ん張りが後押し、下がる。いっぱいアップ、プリクラみたいな。これ、だからいや、会長の動きが正しいんだよ。あれは正しいストレートの打ち方だよ。なんで会長映らないんだ。会長なんで一人でシャドウやってるんだよ。会長ファンが増えそうだな。会長映れない。背伸びしてる。会長探してるよ、自分のカメラ。会長が。会長生主向きだな。待てよ。で、ピローンってなんか。会長めっちゃいい人だからね。声と映像は拾ってるからね。じゃあ、ツイッターで拡散しといて知らんそうだね。まあ、リツイートか、オンツイしてもらえたら、せっかくだからね。オンツイってなんだろう。リツイート。オンツイってなんだろう。映像少ないよ。ありがとうございます。オンツイってなんだろう。あとでツイッターで宣伝しておきますので。オンツイって何？始まってる。もう音声の映像。公式のアイテム全部送るんだけど。マイクしオンツイってツイコメントをツイッターにも残すやり方。ああはい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 、なるほど、ツイッター連動か。オンツイっていうの。会長連絡。タオル売ってたの。金梅チンから連絡あった。会長連絡ないの。え、でも今回金梅チンのために来たの。いや、あの、たまたま来てた。って頼まれたわけじゃなくて、ドレスの練習するって、僕に混ぜてくださいって言って。それで流れなんだ。別に、この時は僕は別に。いや、来てほしかったですよ。一緒にいたんだけど。連絡一つない。でも、来なかったからって僕は彼に寝技ないよ。今回寝技ない。捨て頃出ないとか言い出してる。なんか大丈夫です。大丈夫。あげてないか、酔っ払ってないか。今日はドレスショップの場じゃ、ね、敷き取ってやるのかな。ボクシングの。いや、蹴り見ててごらん、超うまいよ。蹴り見ててごらん。一人一人紹介したのめっちゃ。とりあえず順番にアメリカ人から行く。できないできないできない。おお、綺麗。やばくないこれ。軸ブレで。やばいよこれ。ムエタイルール。強すぎるだろ。なんか反省しないんだけど、反省しないのか。反省したの。なんで噛む。空気を読まない会長。配信始まってるのに蹴り続ける会長。荒野の喋りが消されるっていう。
まあ、誰か会長はもう、もうボクシングのことしか考えてない卑怯な感じお願いします。ちょっと挨拶だけしていこうか。ブレないんだよ会長。もう格闘技、格闘技大好き。で全員やると。肘ありだね。女の子も。女の子は。あ、やらない。一応一人一人に当たるんだ。俺やだな。ここら辺やりたけど、ここら辺は。まず俺たちを知らないと一人一人紹介も兼ねてさ、一人一人見たやつ、ただ蹴りは本物だからね。時間かかるんだよ。最初は窓から、窓から実況もしてきたね。どう時間ないに自己紹介反復したら格闘技大好きなんだろうね。会長のせいで始めらんない。会長のせいで練習始めらんない。こんな笑う。旗から見ると面白いよ。と現場では気にならなかったけど。会長キャラが良すぎるよね。30分もやんのかよ。サーティーセコンドだろ。確かに今日ファッファ言ってなかったね。ファッファ言ってねえわ。軽くいいよね。16オンス。
食べるじゃん。アイスクリームか。いいよね。バランスを蹴った後のバランス。受ける方も強いしね。カルトハイキック気味だよね、ちょっとミドルがハイキック気味。体重を全部向こうにも、でも体重はいかない、残したまま。カル君強いよ、こんな強いのでやるんだよ。蹴ってる時のガード、カル君蹴り綺麗だよね。ね、センスあるよね。運動神経いいよ。スイッチでいけるだろ。スイッチしていけるだろ。何スイッチしてスイッチ。名古屋では。なんなんもうさ、お前っていうのやめてくんね。そう、スイッチだ。普通に和道って言ってくれればいいから。なんで上から目線なのかわかんない。ありがとうございました。別に俺、三男坊さん嫌いじゃないから、なんか嫌だよ、お前って言われるの。多分ね、選曲多分すごいいいと思うよ。選曲。選曲いいと思うよ。あ、本当だよ、トイプーさん、本当。ポスター見たし、ちゃんと血管見たよ、俺。あったまる。アテレチャンピオンの次、まだまだ開催で。はい、ディレクター。開催で。あ、そうですね。ありがとうございます。アテレチャンピオン。叩くっつうか、まあ、叩い、別にダメ出しはしていいけど、お前っていうのは良くない。おはよう。これやばいね。運動神経いいよ、カルト。大丈夫何もやってるよ。髪型だけ提案してる。いや、回想はずっとアップしてるよ。回想はずっとシュッシュッシュッシュやってる。見えないところで。体力あるから、はい、サッカーで。体力あるから、スタミナでどうなるか。足が強い、足が強い。サッカー。夏で。蹴りがいい。キックはね、一番良かったんだ。エネタみたいに蹴り。おはよう。はい。1分経過。1分。蹴り。蹴り。おお。なんか蹴り。おお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 。蹴りが。蹴りはいい音する。いいです。蹴り強えんだよ。サッカー選手のだけあるよね。サッカーボール蹴りやっぱりサッカーで長いから。こんな細かいことで実感しないと。何でやるよ。蹴り強いんだね。ワドはこっちの足こうできるの回せる。いけても大丈夫。あれは食べた。そういう意味だな。でも自分の蹴りウェイトはね、82キロまで増やしたんだけど、体力なくなったから落としてる、今、減量してる。そうだ、蹴り。蹴りだけだね。おはようみーさん。ありがとうございました。身体能力が高いよ、テルは。いや、素質で言ったらテルチャンピンが一番あるよ。見てればわかるよ。会長にちょろっと教えてもらってるだけで、しかもオフェンス教えてもらってないからな、俺は素質が一番ない。残念ながらこの中で一番素質がない。神様は俺に何も与えてくれなかった。本当にど素人だ。左右でワンツーだね。ワンツー。体温めるでもいい。ジャンプどうだ。オッケー。ワンツー。
ワン、ツー、ツー、ワン、ツー、ワン、ツラオウだよね。この前までケンシロウみたいだったのに、ケンシロウからラオウになってたわ。本当に前までケンシロウみたいだったのに本当にラオウになったから。マジでやばいよね。ラオウだよこれ。ありがとうありがとう、フォローよろしくです。急にどうしたらいいの、どこに行けても分からなくて。ありがとうゆうたくん、ありがとう。どうしたらいいの。うん、あ、ここはね、楽勝なんかないよ。これ分かんない、それでいいの。楽勝なんかないよ。これ怖いな、右だけでの足首大丈夫か。足首、足グネイルやりそうだよね。風船10個ありがとう、ありがとう。アイテムありがとう、アイテムありがとう。あ、これはむずいな。左当日も裸足だよもちろん。靴履いて蹴ったら危ないです。靴履いて蹴るのは危ない。隊長やる？隊長やる？あ、はい。会長、会長やべえかんね。会長のハンドスピード見ててこれ。お腹が出てないもん、ね。残りの人は目指すの準備です。そこにあの使えるのもあるから軽く足で巻いて。今はやりたくなる。今はわかんない。ファルファルは選手だよ。柔道だよ。多分教えてもらってなくてこれまだいい。会長やべえから。ハンドスピードやばいよ。バーガー5個ありがとう。な、北斗の剣のラオウだっつってんだろ。竹刀持ってる人は剣王だよ、剣王。ラオウだよ。怖いな。待つって。寝てやるの。あ、血は出ないよ、ね。おはよう。素人だからちょっと。こんなとこまでで張り切ってるとかやめろ。普通にうめえだろ。なんで褒められない。なんですごいって言えないんだよ。風船ありがとう。めちゃめちゃ早いよ、回答。カッコつけすぎとかやめろ。わかんないリングのサイズ。やば。いや、ひどかった俺は。ボッコボコ。体のブレ一切ないかんね。普通に強えよこれ。会長めちゃめちゃすごいかんね、技術。ムエタイとかがよくやる3連続キックとかね。いや、会長身体能力やばいよ。ローもやばいよ、見ててごらん。だから金梅さんのセコンドで金梅さんのトレーナーだわ。ジムの会長だわ。
これやばいな。ジムを経営してる人だわ。あ、これを。いってらっしゃい、ザニーさん。やっぱ会長すごいよね。てか俺ボクシングの人だと思ったら、キックもできる、総合もできるんだね。最初からもガツガツやんない。最初は無駄足って言って、いや昨日までは自信一番あったわ。もう自信全部なくなったわ。え、ジム経営してないの？経営者だと思ってた。え、何もそうなの？じゃ、何の会長なの？ちょっと待って、ジムの会長じゃないの？何の会長なの？町内会とか？何者なの会長？どんどんわからなくなってくる。ジム経営してるって噂を聞いたんだけど、違うんだ。ただの、ただの。謎が多すぎるよ。何の会長なの？ペンネームだ。コテハンだろ。普通に強いおっさんなのさ。なんでこんな強いおっさんがいるの？マヨネーズの匂い。本当？これぐらいで当たるか当たらないか。俺ジムの会長だと思ってたんだけど。昨日よっさんとか夜な夜な。これ何最初？こだまでと温泉してから。ちゃんとカットしたいじゃない。カットしたすぐ切り返す。切り返す。そうそうそう。カットして、先生体操をカットして、俺も来るんだ。これを、よし、これを。これを、これを。これじゃうまい。これじゃうまい。それさ、うまいっていうのもおかしいだろ。うまいに決まってんだろ。ヒカルくんのコメントが面白いよね。どれさ、うまい。うまいに決まってるだろ。マスだね。威圧感っていうか、まあ、ヘビー級だからな。会長。K1 ファイターって言っても納得できるもんね。ガタイおかしい。風船10個ありがとう。アイテムありがとう。ドレさんはあのヒクソン・グレイシーとあの船木の試合をあのヒクソン・グレイシーに交渉してたっていう。3カ国語ぐらい喋れて格闘技25年やってる謎の人。ドレさんがいなかったらヒクソン・グレイシーと船木の試合はなかったんだ。もう格闘技界を裏で牛耳ってる人だから。まずだよ。聞いてごらん、ドロさん。ちょっと待ってください。いや、ドロさん一番強えわ。テーブルも用意してます。テーブルなんだよ。はい。テーブルなんだよ。足、足つけないし。足つけないし。お前もなんだよ。ダメだったね。最初はそんなに強力じゃない。最初は辛くなると。寝らなしで。後でどう光るんですか？わがわが殺気が強すぎる。待てよじゃない。これは目を鳴らす。お互いの練習だから。だんだん上げていくからね。今のはいいんだもん。マジで。これ俺だよ。赤い髪の毛が俺。ワドーは殺気が強すぎるってさ、どうすればいいの？ワドー、ドレさんのコメントね、さっき。ワドー。殺気が強すぎるって言われたんだけど、どういうこと？どうすればいいの？言ってることがラオウだから。
滝ってどうやって消すんだよ。どうすりゃいいんだよ。気が張りすぎってことなのかな。いや今日ひどかったよ。もう笑えないぐらいプライドも 何もかも自信も全部なくなった。いやだって殺気が強すぎるって。一発当ててやろうじゃなくて、お互いの練習。はい。スピードエンジン出して当てないから。こういう時スピードエンジン。そうそうそう。それでいい。それでいい。それでいい。それで。詰めたらなんかやんの。そう。当てなくて当てなくてまだまだ当てます。食らっても動じないから。それも練習なんだ。プレッシャーに負けるとすぐコーナー詰められるから、ね。嫌だったら回る回る。これ抱きつくの。はい、これは柔道みたいな。一瞬はね、一瞬はコーナー、コーナー。身動きを止めたら反則だ。体中痛いです。ワード回らないとまっすぐ下がって、サイド回る回る、サイドステップで。ボットとか使っていない。そのパンタでインロー当たってて何の意味もないよ。インローでダウンする人なんかいないんだから。コンビネーションの試しながらやんない。30秒。まあ距離感のが目鳴らす感じだよ。目鳴らす感じ。アウトサイダー違う。ぜひこんばん運動不足だよ。なるほど、まだ当てたらダメ。10秒。こういうの覚えないと相手が出てこないから。じゃあこの後達彦さん吐くかんね。達彦さんリアルにゲロ吐いたかんね。本当にね、2分、これ2分2ラウンドで吐くかんね。いや、達彦さんで吐くんだよ。マジで、おえっつって、奥のトイレで吐いてたかんね。会長強すぎる。マスのレベルが高すぎる。動きが違うんだよ会長。強すぎるだろ。会長のフットワーク全然違う。何者なんだよ会長。強すぎるでしょ。明らかにギア上がってるからね。動きがやばいよね。会長すごすぎるよね。会長いくつなんだろう、わかんない。とにかく技術がやばいの。足のペイントとかしてくんのよ。金梅さんのトレーナーさん構えが違うもんね。打ったらすぐサイド出れば打たれないから。打ったらすぐサイド。逆もあるだぞ。逆も逆サイドに組むのもあるだぞ。蹴ったらすぐ蹴り上げる。強すぎる。強すぎるんだよ会長。会長36なんだ。強っ。これで、これで、これで大阪全般ハグ。あ、2分3ラウンドやったんだ。この後ハグんだよね。そっか、2分3ラウンドやったんだ。6分間やったんだ。やりそうで寝なかった。
いや、大阪先輩ガチバキしてたので。相手がうまくたって自分のペース持ってくる練習だから吐いても動けるからな。うまいよ、思いっきりかかってて言うのがいいから。さっきは少しテンション上げてる。相手のボールの終わりなのもらったら返せ。最後返せ返せ、すぐ返せ。ファイト。相手もありがとう、仕事行ってな。そうや、タレコンすごいよね。うまい、うまいだろ。めっちゃうまいっす。おいしそうってやんないと。な、はい、疲れた。ちょっと休憩、うまい。ちょっとみんな一瞬休憩して、うっ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 、これが現実だぜ。吐くんだぜ、本当に。吐くほど運動してみろよ、本当。いや、吐くんだぜ、経験者が。ガチバキしてたかんね。しかも俺ら1分長いかんね。2分3ラウンドだかんね。2分3ラウンドで吐いたんだよ、経験者が。おはよう、のんさん。別アングルですよ。別アングル。いきなりの無茶ぶりだからね。会長とやるんすかって聞いちゃったよ。荒野いるよ。荒野一番右にいる。やろうやろう。鼻、まあまあしょうがないよ。鼻なんか折れても。っていうか気づかなかった。鼻血鼻血って言われて気づいたの。鼻血なんか出るに決まってるじゃん。今痛いよ。その時は分かんないから。強く伝わんじゃなくなっちゃう。強くっていうのはもう余裕がないし、おはよう。ここはね、1時間5000円かな。おはよう、古代、和田つ。足短いから全然合わない。マジで、体中ボロボロだよ。リバーも痛いし、全身筋肉痛だし。試合前。はい。肘と膝も出してないの。そう。いや、レンタル結構するよ。だから配信ってお金かかるんだよ。みんなさ、配信タダでさ、リング借りろとかバカみたいなこと言うんだよ、ジムに通えとか。じゃあ、花火投げてんのかよって言いてえよ、本当に。文句ばっかり言って。みんなでお金出し合って、こういうのをやってんだからさ、ねえ、普通にさ、いい、ねえ、配信でありがとなとか言ってくれんならわかるけど、ねえ。ハートありがとう。アイテムありがとう。結構するんだぜ。俺らなんか過疎なんだから。アメリカ人呼んだね。
かっていいって。みんなわかんない。難しいようなもんですか。強すぎる。違うくない？もう本当に。コンビネーションの中で。あれ、ゴールない。押し込まないか。ないよ。3つないよ。最後にどうしてもそう強いんで、一番最後にね。これ借りるじゃん。そうそうそう。みんな必死になってやってるんだよ。お金が降ってくると思ってんのかね。相手にダメージ与える練習だから、インドとかに対してダメージを与える練習だからね。グローブだけ、つけた方がいいよ。ナウじゃないよ。やっぱ、あの、私たちアイドル枠だから、顔が大事だから。昨日の録画を検証してる。あ、ナウだと思ってもいいよ、別に。ナウでも変わんないよ。今日はあのラーメン屋スタイルナウだろうか、動画だろうか、変わんないよ。コーラも、コーラも準備しな。お、3人でやろう、ちょっと。コーラ。やっちゃう、やっちゃう。コーラ。はい。準備しな。どれつけてくれないの？色が、色が。昨日はね、練習というかスパーリングで初めてリングの上に上がったんですよ。初めてです。礼儀のない子だと思った。まあそれで有名なんだよね。ちょっと炎上してて、金梅さんとか野鳥とか昨日も怒らせて。チャンピンもスパーやるよ、うん、ミニさん見てて。チャンピンもやる。録画、うん、昨日の俺が朝飲んでて、みんなで朝5時まで飲んでて、帰ってきてちょっと早く見たいなと思って。どうだったんだろうっていう。試合まで時間ないから。寝る前にね。頭痛えよ。女の子はゆうゆうと、あの、セクシー女優のワトココロちゃん。ロリータ AV の、ロリータ AV のトップを走ってる。アイテムお願いします。お願いします。今日の花火の目標25発です。何も思うんだよ。サバイバル、ホコロちゃんね。え、こうやろ。こうやも。金梅さんは本当は来る予定だったんだけど、来なくなっちゃった、こうやのせいで。バトルロイヤル。バトルロイヤル。おお、あの、もしよかったら録画見てね、YouTube とか。ありがとうね。仕事頑張って。あぬんだけありがとう。アイテムありがとう。おはよう。いやー、情けなかったよ。情けなかった。いや、心ちゃん可愛いよ。めちゃめちゃ可愛いよ。こんなど素人な、普通に可愛いだろ。どうやってこいつ、しかも、一人多くありがとう。花火ありがとう。ありがとう。これでよくさんありがとう。コメント欄が荒れてます。いや、俺はね、知らないんだけど、金梅さんの枠荒らしたらしいよ、相当。こうや。で、やっちょと金梅さんが喧嘩しちゃって絶交しちゃったんだよね。こうやのせい。ちょっと待って。
花火ありがとう。あ、それやばいやつ。疲れた。まさかの。ドレさん、あと。ドレさん、カメラアングル的に映ってない。カメラ映ってない。向こう。ここ。デスゾーン、デスゾーン。あ、疲れた。あ、楽しかったね。すげえな、グランド、ドレさんのグランド初めて見た。おお、すげえすげえすげえ。すげえすげえ。これやばい。負けた。お。おぉ、すげえ、すげえ、すげえ、意外強いやった。ドレさんやっぱ総合なんだね。もうそうだよな、総合格闘技だもんな。クラッチ主が多いから。忘れてたわ。ちょっと救急車呼んで。救急車。もうちょっと CI の弁護士に相談してスポーツや。こっから俺の恥ずかしい動画だよ。ぶったたかれだ、もう。いや、いいよ。今度はね、あの試合の形式でちょっとやりたいっていうか、和道が3分3ラウンド挑戦ね。3分3ラウンドいきます。殺意行は最後が、ママに人が踏んだらダメって言われてたもん。意識してねえよ。あんな可愛い子、俺みたいなおっさん相手にするわけねえだろ。こっから本番と一緒のルールっていうか、俺は3分3ラウンド初めてリングの上で体験する。自分本番は何ラウンド？カットをしっかりするパンチをしたら、しっかり受けるな。それから彼女、もらってるけど、今軽くやってんのよ。もらってるから当たりましたよ、ダメなの。しっかり、さばいて返す。どれさ、3分ですか？こころちゃん可愛いよ。見たくねえ。次はあれだ、あの3分間さっきより少し上げて、はい、時はつけなくていいの。次は、はい、見たくねえな。それじゃなくて、もう一個あるでしょ、その時は。あ、もう一個ある。財布がない。これじゃねえんだ。あ、ほら。できるんだったら、言ってることするんですよね。これか。スピードを上げていいんですよ。スピードある。あの、触るのはいい。でも、あ、金ちゃん、右手から出なかった。おむつ借りてきなかった、銀ちゃん。合計11分ということで、3-1、3-1。そうだね。違いました。ワドワースは3分間やって、しかも意識して、普段より多く動いて、で、1分間で1分で戻す、次のなんで。半周で動かなきゃダメだよ。もう辛いからってこうやって見えないから意味ないから。で、ヒカルは1ラウンドしかないんだから、あのいろんな攻撃パターンとか同じのばっかりじゃなくて、普段やってない。エアースはクッションですね、硬いっていうかふかふかしてる感じ。グローブみたいな、足のグローブです。綿を詰めてるやつですね、レガースは。あの最後は自分の攻撃で終わるの。もらって下がって終わりじゃなくて、もうゆうゆうも可愛いし、心ちゃんも可愛いし、うん、なんかどっちっていうのは失礼だから、俺はそういうことはしたくない。うん、はい、行きます。レディース、2人とも美人だし可愛いしキュートだよ。3分待ってる。あ、3 11分で計算してる。ダメだダメだ。いやいやいや、ちゃんと計算してる。じゃあもう一回。はい、両方ともね、2人とも素敵な女性だよ。もうちょっといっていいよ、あのスピードね。そうそう、それぐらい、それぐらい。目つぶんない。そうそうそう。
グローブが大きいんだからもらわないからそんなに。そうそうそう。まだちょっと厳しい。これフルスイングして。振り抜かない。止めない。おい。おい、手からじゃない。手から足までだぞ。リスリムスリ行かなきゃ終わっちゃうぞ、行かないと。いやいい人かどうかわかんないけど嫌じゃん、自分が誰々と比べてどっちの方が良かったとか言われたら。特に女性はね。当てすぎ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 、ちょっと顔に当てすぎ。もう聞こえてない。もう聞こえてない。再開します。再開します。行こう。体を倒そう。手が差し込む。熱くなっちゃうんだよな。まだ手が出さないで。グッズが意味がないぞ。おい、おい、下向かない。下向かない。下を向くな。お前がやるタッチさんだぞ。1分半体力返して。おい、いけいけいけ、返せ返せ。こっち来そう。レイク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 。聞こえてない、何言われてるか。なんか止められたと思って。鼻血が出てたんだって。大丈夫？ダメージ残ってる？大丈夫っすよね。次会長ね。足のネイルの頃に近くなってるけど。いや、これはダメ、ダメ。本当にダメだった。だからダメっつってんの。フォームが全くなってない。足グネイルっていうか熱くなっちゃってんの。だからクレバーになれってこういうことなんだよ。もう体力配分考えて分回したから、だから体力切れたのね。でリバーも打ち抜かれてるから。おはよう。もう恥ずかしいよこんなの見てて。拷問だよ自分で、うん、あーどうもどうも、ぜひぜひ楽しんでてください。もしよかったらフォローしてください。6月10日大会に出るんで、6月10日の大会頑張るんでよろしくお願いします。ぜひフォローしてください。続けてはきついな。まだこれ試合だったらもうあれだぞ、やられちゃうぞ。攻撃出さないと。生まれて初めてのリングだね。ガンギでやばいな。もう相手も強く来るぞ。前強ければ会長がやったことあるけど、少し抜いてやって、ね、疲れてる。逃げられた、逃げる。少し抜いてやって。うまいな。手がすごい。痛かったかな。いってえぞ本当に。余裕ないからタメ語になってるぞ。余裕ないからもうタメ語だからね。巻き戻そうか。あのね、要は俺が接近しすぎて、あのガードしようとした時に入るんだよ膝が。この辺わかる？わかるかな？多分ね、すごい細かいから、ほら、入ってるのわかる？あの、蹴りを警戒して会長が膝当たってるけど、俺の股間にもろ入ってるのわかる？パンチじゃなくて、俺が接近戦、ロープギアに行った時に、ローキックを警戒して、右を上げたのよ。ガードをしたのが、思いっきり膝が股間にバチン入ってんの、これ。超痛い。男だったらこれ、この痛さ分かるはずなんだよ。要はコーナー際の、まあ、アクシデントだよ。そう、ガード、膝上げたのが思いっきり入ったの、下から。うん。
わざ反応しないと、くれてもいいから反応しないと。かきんてけちょっと待てよ、膝出すだろ。すごいすごい、こんな入ったことなんだろ。ローキックパッと押さないと止まらないと、ちょっと時計止めよう。これはそのままとダメだ。いや、なんかね、金玉が上がってくるの痛いっつうかね、チンコがビリビリ痺れてるっつうか、ぐーってずっと上がってくんの。ぐーって金玉がね、どんどん上がってくんの。いや、余裕ないよ。豪華だよね、顔ぶれ。これは事故だけど、完全な。アイテンションで行くから、こっちも行かさ出なくなっちゃう。僕の話だよ。いやいや、ガッて入ってくるから。ローキック、これ何だろう。いや、わかんないんだよね、その。気合が入るのはいいけど、やっぱり、あれは練習じゃない。どれ目線では自分から当たりに行ってた。おぉ。タオルじゃん。僕もね、どれ。自分から金玉を当てに行った感じ。下がった、下がった。自分から金玉当てる勇気あるかさ。冷静に考えろよ。自分から金玉当てに行くバカいるか。ただいつもみたいに囲いがない状態で永遠にさられたりしないから、追われたら今みたいになるから。光のリスイッチ入んないと優しいからダメだ。スイッチ入ったらいい。どんだけ勇気あるの。カットしようとしてるんです。足そろって、はい、足そろって、足そろって突っ込んじゃったから、はい、うん、足そろってなくて、これで突っ込んだらあかんない。まあいい経験になったよ。余裕なんかないよ。前やった、これもあるけど、これさすと切られるから、こっちで、どれスペシャルで、ここで脇に、ここも履歴残してたら、こっちを回して、見たよね、見たほうがいい。YouTube とかね、切らなくていいから、絶対見たほうがいい。YouTube のチャンネルで、外側からね、こっちで、先生方が外側から、動画を上げてくれたら。癖を見出して、ね、こんな強い人たちとじゃあリング上がれんのかよ。やられてみろよ。力が入ってるな、何だの好きかって言いやがってよ。じゃあおめえやってみろよ。やる勇気もねえくせによ。弱えやつやってるわけじゃねえかんな俺。もうあれ相手だって膝が切るってもう分かってんのだって。首つぼ取れたらちょっと。まあ膝は打たないけど。やってる人しか分かんないっすよね。運動もしたことねえんだぞ。戦ったこともねえんだぞ。なんで文句言われねえといけないんだよ。じゃあおめえできんのかよ。やれよ自分で。できもしねえこと、人のこと言ってるクズだな本当。あ、どうも便所さん、お疲れっす。どんだけ怖い思いで、どんだけ痛い思いしてるかわかんねえんだよ。おはよう。ねえ、わかるよね。わかる人は軽率な発言しないよ。じゃあ俺が誘ったの、テルチャンピンって仲良くやろうって。テルチャンピンだけ誘わないの嫌だったから、いじめみたいで。俺のせいでテル誘えないんだったら嫌だからっつって、みんなで盛り上げる捨て頃だからね、テル映ってないで嫌だからっつって、俺が誘ったのテル。そしたら来てくれるっつったの。あ、同じくです。頭ガンガンです。俺は弱いし怖いよ。でも少なくとも戦ってるよ。余裕なんかないよ。毎日必死にやってんだよ。飯も減量で食えねえしよ。走ってよ。それでこんな恥ずかしい動画も見せてよ。思いっきりじゃないけど、コンビネーション出
余裕なんかねえよ。全部出すわ。バックハンドブロー試していいんだ。試す練習だから。俺は恥ずかいてもいいからやるよ。まあそれも手だ、それも手だ。しゃがんじゃうのも手だ。な、分けざるを得ないから。いや、みんなピリピリしてますよね。首相撲強え、会長。そしたら手出して、手出して、内側から。だから近い距離でうろうろしてると捕まるんだ。飛び込みの首相撲すげえうまい。首相撲なし、首相撲なし。超うめえ。これすごいよね、飛び込み首相撲、うん。ファールカップね、つけてない、この日は。だから事故だよ。別に会長が悪いわけじゃないからね。うん。あの時は必死になって痛かったから吠えちゃったの、余裕がなくて。試合の時はそんなのレフェリー決めるから休めないもんね。誰だよゴングだから。一回ブレイクしたからもう一回鳴らした方がいいかなと。なんだよ。じゃあもう一回一分半から。これでどっと疲れたんだよね。もう時間感覚ないから。まだ半分しか経ってないのに鳴らされちゃったから。そんなルール無理だろうな。途中でゴングだ。もうこっから体力一気にこれリバーブロー。ボリュームそんなったやばい。2発入ってる。いや、強くないんだよ。会長からすると手加減してんのが素人だと聞いちゃうんだよ。ドレさんとかの2割の力とかが、この人たちの2割の力が素人をぶっ倒せちゃうんだよ。残り30秒。あの根性見せろ、お前。残り30秒。お前そんなもんか。根性見せろ、お前。やろう、うん。勝てやつ、勝てやつ、勝てやつ、残り10秒、ラスト10カウント、足が10カウント、もう1回ターンから終わりだぞ。練習10で勝つ、勝つ、もうちょい抜いて、やられてるよ、終わった、笑えよ、頑張った、和田さん、お疲れっす。花火ありがとう。アイテムありがとう。相性強いっていうか、もう超絶強いし、超絶テクニシャン。本当にスピード速いし、技がダサい。いや、会長相手にやったら、ここで笑ってるやつみんなボコボコだよ。息切れだの、体力がねえだの。話すんだね。俺だって見せたくねえよ、こんな恥ずかしい動画。カッコつけてよ、俺だって。話すんだね。気合出てきたら苦労ない。ずっと罵声浴びさせられて笑われてよ、体力がねえなの、なんだのかんだのよ。あのボディを練習したんです。試合再開まで10秒。ふざけんなよ。最後の3分だぞ。集中して、試合入れればボディは一発。途中でギブアップ許さないんだな、3分やらせてたら。いただきます。ディフェンスが下がってガバガバだ。ディフェンスしてたら怖くないんだよ。ちゃんとアボカバーしとけば。一生懸命やってるやつよ、笑ってるやつがよ、何が起こってんのだよ、クズが。消えろマジで、消えろ。必死になってるや、頑張ってるやつ笑うクズが怒るに決まってんだろうがよ。消えろ。
てめえは何も人生の中で頑張ったことねえからそうやって笑えるんだよ、人のことよ。消えろクズが。てめえのよ、くだらねえ人生と一緒にすんな。こっちは必死になってやってんだよ、ゴミクズが。もう待てんぞ、これ、ペグに。3ラウンド目これだったら。何もしてないだよ。動け、動け。昨日の動画です。何？ちょうど半分だぞ。出せ。出せ。もう何でもいいからもう今日やんなくて。出せ。出せ。おめえらと違って俺は戦ってっかんな。おめえらと違って俺は戦ってっかんな。口だけのやつ一緒にすんじゃねえよ。おめえらと違って俺は戦ってんだよ。見なきゃいいんじゃねえの、文句があんだったら。見なきゃいいだろ、文句があんなら。時間感覚ないね。残り1分とかじゃなくてもう時間がわからない。もう永遠にずっと永遠に走れてたのに、あんま走ったじゃないの。聞いてない。じゃあ3分いきます。ランニングやってますよ。頭いて、まず休みたかったよ。近づかない。シャンピン強いよ。シャンピンこの後やるけど俺より全然強いよ。いいんだよ、俺が弱いのは事実だし、俺が不甲斐ないのも事実だよ、体力ないのも事実だよ。もう勘弁してくれよ。2回も笑われたくねえよ。経験は2ヶ月です。大阪全敗強いよ。スーパーマンパンチ。
2ヶ月前まではニートです。運動一切したことないし、運動部もやったことないです。今3400人ぐらい見てますよ。カル君はずっとアップしてるね。花火ありがとう。あぬんなきありがとう。牛殺し。遠いもんな。パンチが届かない。後ろの手だったら届かない。これは強い。エルサガンバー。いや、本段でしょ。これがやってる人同士の戦いでしょ。カズキさん、手出したら最後10秒よし、ナイス。もう一発。カズキさん、すいません。強い。下を見ながらね、どこ見てるのかな。あんまり見ない方がいいですよね、下で。水いる？同性体です。目を合わさないスタッフ典型的なコミッション。ゆっくりゆっくり。すぐ白が一番体力はずっと。くだらねえな、おい黒猫ってやつ。お前俺のことフォローしてんのか。俺にアイテム一回でも投げてんのか。にわかがよ、お前が俺のこといつも応援したよ。そんなゴミみてえなリスナーいらねえよ。普段の放送見てなくてパッて盛り上がってる時だけ見てよ、文句言ってよ。ゴミだよおめえは。消えろ、二度と来んな。偉そうに物言ってんじゃねえよ。てめえなんかリスナーだと思ってねえよ。普段応援してる人、アイテムくれてる人、この放送支えてる人に失礼だわ。おめえは泥棒だよ、泥棒。アイテムしてから物言え、バカが。普段アイテムしてくれてる人にもこれは支えられて放送やってんだよ、ゴミクズが。お前はこうやって金払ってもらってこうやって放送やってる人も泥棒だよ。それで文句言ってんだよ、ゴミクズがよ。人の物盗んで文句言ってんのかよ、ゴミクズが。消えろ、二度と来んな。てめえなんかいらねえんだよ。捨て頃も見んなよ、この野郎。ピッケルいる？普通のな。ピッケルいる？おしゃれな。バールいらない？あと誰かやりたいっすよね。はいはい。待ちきれない。ありがとう、スパーリング見たかったって言ってくれた人。特命さん、アイテムありがとう。黙って見てろよ、ゴミクズが。徐々にパワーは入れないけど、コンビネーションで、ね、蹴りとか打ち分けたり、蹴りも。じゃあ行きますよ。あれももう胸借りて。まあ、もう入ってるよ。しんどいよ。いいんだよ、こんなリスナーどうせいなくなんだから。あ、わかりました。こんなリスナーどうせ明日にはいなくなんだからいいんだよ、ほっとけ。相手にしたくねえよ。アイテム別に買えない人はいいよ別に。ただそのアイテムしてる人とかさ、いるからさ、うん、ただで見て文句言うのやめてよ。全員アマチュアだよ。え、本番でこれつけるの？つけない。つけないってことはもらったら倒れちゃうんだ。モロに組んだ。あ、またつよ、おはよう、チョコミント。おはよう。これが対戦相手ね。胸借りていけ。そうそう、ナイス。いいパンチじゃないか。おい、もういいじゃないか。どうすか、どうすか。ナイス、ナイス、ナイス。そう。ジャケット着てるのが相手。おい、ありがとう。イレブン、アイテムありがとう。おい、長いね、リーチは。
アイテムありがとう。あやちゃんアイテムありがとう。パンさん仏線ありがとう。アイテムありがとうね。頑張ります。見てんの。ママ。後からその見てんの。みんな熱くなってるから、アドレナリン出てるから。リーチ長いんだよね。ナイス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 。ブレ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 。かなりやばい。怪我する怪我する。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。ほらフック買いくぐったからね。反射神経いいよ。風船ありがとう、まさきさん。頑張ります。自分で終われ、最後。はい。フック買いくぐったからね。すごい反射神経だよね。練習してないのよ、これはすごいよ。ゆめこさん、ありがとう。いや、青山強いよね。ありがとう。いいよ、ナイスナイスナイス。こういうのを毎日やってます。そう、ナイスナイス。いけ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 。アイテム、ありがとう。みんなアイテムありがとう。ブンさん、ありがとう。相手練習してなくてこれだから、ね、タバコとかないから試合にないから。あと何分。これと俺1分5秒、赤いヘッドギアが俺の対戦相手。これ3回あんだぞ。アイテムありがとう。おのちゃんアイテムありがとう。あーごめんね、みんなありがとう。チョコミントありがとう。ナイス。あ、ジム行くんだ。すごいね、ファイター尊敬してます。あ、かぐらちゃんありがとう。ハートココありがとう。いや、青山強いよ、普通に。ジャブが相当長いから、もう嫌なんだ。はい。そして行こう。ブレイク、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 もう5秒しか組めないと思ったわけ。何分だい?10秒。いや、普通に強いよ。8、7、6、5、4、3、2、1、おい!強いよね。反射神経いいよ。まともに練習してたらね。最後入れてたね。気持ちも強い。あ、ノンさんありがとう、風船。うん。見て。楽しんでって。そうだね。左ジャブ大事ですね。もう47分みたいです。いやー、ちょっと不安だよ。ナーバスになってる、ちょっと。ブンさん、ありがとう、アイテム。うん。初コメありがとう、フーさん。47分。頑張ります。弱いけど頑張るね。みんなで最後画面に入ってます。一人一人基本かなんかだって。まだ動けるかも。これ。この人どうなってんの。まだ元気だから。いつもそうなんだよね。無限の体力だからね。おかしいでしょ、ヒカルくん。そうですね。クリンチとかも練習しないといけないし。本番はね、あと1ヶ月、6月10日。ヒカルくんやばいよね。帽子なの?帽子なの?帽子。いきますよ。元気だよね。体調は謎。なんか、どん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 分からなくなってきて、今のところ、ただの普通の強すぎるおっさんみたいになってる。今、会長はね、ジムの会長だと思ってたんだけど、俺の中では強すぎるおっさんに変わった。果てしなく強いおっさんなんだ。ヒカル君はね、パンチよりも蹴りが重い。蹴りがいい。あと、瞬発力、スタミナがあるの。あと、パンチ力っていう重さじゃなくて、長さがいい。マジな方で動いてる。ヒカル君の体力すごいよ。でも、そのヒカル君が息上がるかんね。これ見といてよ。ヒカル君息上がるから。連続3ラウンドの恐怖見てて。IT 関係の社長なの。へぇー。
ヒカル、このヒカルくんが息上がるかんね、2ラウンドで、うん、ありがとう応援、クマさん頑張ります。セコンドロハコさんは俺のロハ、俺のセコンド、もらいすぎ、ちゃんとガードしないと、そうそうそう、丁寧丁寧、雑に打っちゃダメだ、やめ、隙がない。ならどうも、アゴを切るときな、パンチもらいすぎだから、頭ガンガン打ってるな。残り1分。現役の格闘家じゃないと思いますよ。ただ強すぎるんだよね、なんか、うん、めちゃめちゃ強い会長さん。あと何秒。 ありがとうのんさん。会長めちゃめちゃすごいよ、会長めちゃめちゃすごいよ、フェイント入れまくってるからね、よく見ててこれ。対戦すると分かるけど、グローブが上下にずっと揺れてるんだよ。グローブが上下にフェイントかけまくってるからね。で、あの底なしの体力のヒカルくんが、ほら膝ついたでしょ。これが1分なの。これが1ラウンドなんだよ。この後2ラウンド目に入るんだけど、ヒカルくんも膝ついてるんだよ。3分3ラウンド、本当にやってみ、ジムかなんかでスパーリング、ゲロ吐くよ。わかんない、いや多分空手の人ではないと思うよ、うん、あのヒカルくんが疲れたかんね、初めて見たよヒカルくんが疲れたところが。会長すごいよ、超親身になって教えてくれて、隙がない、全く本当にない。ナイスナイスナイス、ドレさんラオウだから。上下で上打ったの、上下上下、ナイス、上下上下ロー、ナイス、大丈夫大丈夫、ナイスナイスナイス、あー頑張ってください大輔さん、総合もうほんとファイター尊敬してます。僕のはね素人のあれだけどね、ファイター本当にアマチュアでもプロでも応援本当に尊敬してます。頑張ってください活動、ポジ寝込んだら下がる、下がり、毎日ね練習頑張ってる人応援してます。上からナイスナイスナイス、俺が言うことじゃないと思う、勝つか負けるとかは、みんな一生懸命やってるんだよ、みんな勝ちたいんだよ、みんな勝ちたい、残り半分、まあほらプロ格闘家を目指してるわけじゃないから俺らは、ファイトファイトファイト、ナイス、頑張れ。光くんいいよね。残り1分。光くんが息上がってるでしょ。これが2ラウンド目だよ。ガードガード。これが2ラウンド目だよ。ナイス。あの光くんが息上がるんだよ。その後で。頑張れ。これが2ラウンド目だよ。頑張れ。どう打った後アッパーか。アッパーアイスに。光くんファイト。俺終わったよ、やってるところ。アイテムありがとう、サンジのやつさん。頑張ります。アイテムありがとう。サンジ。そう。あのヒカルくんですらこうやって息が上がるんだよ。上から押そう、押そう。離して、そう、押そう。ガード。頑張れ、ヒカルくん。
しナイスナイスです。まだ半分ロー下がる。残り10秒9 8 7 6 5。最後最後出そう。4 3 2。ナイス1 0。 OK OK。 ナイス。2ラウンドすごいきついだろ。それいらんかった。練習するのいけます。初見さんありがとう。もしよかったらフォローしてください。頑張ります。最後みんなウィング上がって一人一人じゃ意気込みを。今日みんな頑張ったね。出場選手は特によく動いてる。最高でも今日4戦ぐらいだったからいい感じや。 ありがとうございます。勝さん頑張ります。おはよう正義の味方。ごめん正義の味方。超恥ずかしいさ。ごめんね正義の味方。ずっと応援してくれてんのに。ちょっと昨日は不甲斐ないよ。もっと頑張るわ。あ、ゆうなさんアイテムありがとう。シャカ大丈夫だよ。心配しなくて。シャカ。ヒカルくんはね、72ぐらいかな、体感。72ぐらいかな。75はない。すげえ動き。会長強っ。軸がブレてない。スパーリング終了だね、これで。そうだね、減量してるから。あ、まだ体重あと何キロ落とさないといけないんだろう。会長はプロに教えてる人でしょ。この人は動きが全然違うもん。終わり終わり。これが朝まで酒飲み続けてずっとタバコ1日4箱吸ってる体だ。残り20日ね、あの体マジで締めるから、あのお前ら見とけ。俺んところもいいじゃん。アンチコメント流れるだけだもん。やだよ、恥ずかしいから。3分3ラウンドじゃあ流すよ。これで終わりね。俺はもうやだよ。もうすごい、なんつうんだろう。もう今日は自信なくなった。今までやってたことがなんか、ほんとダメだったよ。何にもできなかったよ、今日は。体硬くなって。おはよう。じゃあこれ最後に流して終わりにします。テレビ何だよ。はい。テレビ何だよ。足、足つけないし。最初はそんなに強力じゃない。最初は軽くなると塗らなくて。メガネ外して、うん、いいよ。ワゴはさっきが強すぎる。待てよじゃない。これは目を鳴らすお互いの練習だから。だんだん上げていくからね。今のはいいじゃん。今でもプレッシャー感じてるよ。パフェありがとう。シャムさんパフェありがとう。皆さん、ゲーム画面に映るやつ。ただ投げるだけだ。見せるだけだ。また変わってんだ。
気絶しちゃった大変だから、はい、もうスパラメリットのくれぐらいの選手のマスカルを履いてたら教えてあげる。あれをガード履いてたらちょっと顔を使わないで、はい、ちょっと激しすぎる。まだ激しすぎる。激しすぎる。やるぜ。じゃあ、和道の子にね、立ち行くことがある。見てるだけでいい。あ、違う、これじゃないわ。めっちゃ似てないから。これ違うわ、これマスパーだ。うん、間違えた。3分3ラウンドの方じゃねえわ、こっちだわ、ごめん、間違えた、みんな。今のはマス、こっちだわ。でも、あ、金ちゃん、おむつ借りてきたかった。おむつ借りてきたかった、金ちゃん。緊張するよ。強い、自分より強い人しかいないんだよ。みんな俺の身になってさ、ドレさんとか会長とかさ、ヒカルくんとかさ、達彦さんとやりに行く気持ちになる？なる。教えてよ、なる。なります。まだプレゼントあるよ。えっと、ありがとう。で、ヒカルは1ラウンドしかないんだから、いろんな攻撃パターンを同じのばっかりじゃなくて、普段やってないことも、で必ずコンビネーション、足だけとか手だけ意味ないから、はい、手出したら足、足出したら手で終わる。気づきの話ですよ。でしょ。お互い、ね、最後は自分の攻撃で終わるの。弱いよ。もらって下がって終わりじゃなくて、もらったら絶対返す。アメリカ締めていっぱい取られるよ。え？マスはどうだろうね、自分で調べたら。何でもかんでも人に聞かないです、クッキーっていう人。僕はあなたのこと嫌いだから。11分で計算してる。ダメだ、ダメだ。ありがとう、ゆかりちゃんと計算してる。アイテムありがとう。はい、行きます。すいません。でももうちょっと行っていいよ、スピードね。そう
あの試合当日はあれがあるんで、あの試合当日はあれですよ、あのチケットも完売してるんで、立ち見席当日見れるかどうか、コメントで応援してくれても全然嬉しいよ。ただいつもみたいに囲いがない状態で永遠に下がれたりしないから、終われたら今みたいになるから、ヒカルマにスイッチ入んないと優しいからダメだ、スイッチ入ったらいいけど。あ、わかります。あの、カットしようとしてるんです。足揃って、足揃って突っ込んじゃったから、はい、足揃ってなくて、これで突っ込んだらあかんもん。右足ラインでしょ、ステップしちゃうよね。前やった、これもあるけど、これさっと切られるから、こっちで。あ、そうだね。ここで脇に行ったら、こっちで突っ込んだら、タイヤ人ばっかりわかんない。当日は、あの、ベンゾ太郎さんの枠で配信やるんで、ベンゾ太郎さんをフォローしてください。ツイキャスです。癖を見出して、ね、はい、逆転の作戦を考えたる。くん良かったよ、そこ。でも調子悪かったのに良かったって言われてる。たるくんは20日ぶりぐらいにやったのに。もうそれ以外はごちゃ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 やったら分けられるから、ね、さっきの光の時みたいに、はい、サバ降りたかったらすぐ分けられると、わざわざすぐ分けに来るから、はい、もう取るんだったら今みたいな。ベンゾ太郎のみですね、配信は、ヤフミさん。もう相手だって膝上げて、ありがとうね。だってたくさんありがとう、風船。これ首相撲取れたら、ちょっと。まあ、膝打たないけど。ありがとう。おもちゃんありがとう、アイテム。頑張ります。なんかね、金的はずっと金玉が取れたんじゃないかなっていうのと、なんか金玉が取れた、金玉っていうか竿が取れたんじゃないかなっていう痛みと、金玉がずっと上に込み上げてくるなぜか金玉がお腹の中に入ろうとしてくるっていうか、ぐーっていう、うっ、なんつうんだろう、入ったってわかるんだよ、ぐーっていう。まあ、金玉蹴ってみてください、興味ある人は。
金玉に膝に思いっきりドンって蹴り上げてもらってください。そうだね、会長サウスポーなんだよね。初めてで蹴りづらかった。そう、よくわかったね。ブルさんすごいわ。ちゃんと見てるね。誰も指摘してないんだよ。体力がねえとかなんだかんだとか言ってさ、にわかがさ。そう、会長サウスポーなんだよ。おつかけなんかしてないよ。いいんだよ、こいつらアンチはさ、弱い者いじめし楽しんでるだけだから。弱い者いじめんのが好きなさ、悪趣味な人間なんだよ。こいつらと付き合っていく気はないから。俺普通に俺のこと応援してる人のために俺は頑張るだけだから。思いっきりじゃないけど、コンビネーション出して、自分の知ってる技全部出すわ。バックハンドクロー、試してみんだ、試す練習だから。俺は俺のこと応援してくれてた人と今まで支えてきてくれてた人のために戦うよ。あと自分のため。まあそれも手だ、それも手だ。しゃがんじゃうのも手だな、分けざるを得ないから。リング狭いっすね。技術がすごいっすよ。そしたら手出して、手出して内側から。だ一番右に座ってる青いジャケットの人の首付きの首相撲もすごいよね。首相撲なし、首相撲なし、休憩しちゃうから。いや対策全くしてないし、わかんないよ。やっぱりいきなり今日だって会長が来ることも知らなかったの。試合の時はまあそんなのレフェリー決めるから休めないんだぞ。いやもう本当に自信喪失したね。アメリカ人も素人がそんなルールねえだろうな、途中でゴム鳴らして。ゴム鳴らして終わりなんだよ。厳しそうかな。ダメだね、ボディもそんなったらダメ。わざでもいい練習なんだぞ、ボディもらったら効くんだから。スーパーの方がいいやな、批判的な意見は真実ではありません。俺が一番わかってるよ、体力ないのも。ダメだったら、粘ったのも。ダサいのも。俺が一番わかってるんだよ。こんなゴミでもわかるようなこと言うなって。誰だって言えるよ、批判なんか。だらめ。今度にしよう、今度にしよう。ああ残り30秒。あの根性見せろお前。残り30秒。お前そんなもんか。根性見せろお前。やろう。うん。何やってんだ。立て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 。残り10秒。残り10秒。ラスト。10。テンカウント足で、テンカウント。ワン。もう一回ダウンだ、終わりだぞ。練習練習、10で回復。4回復、もうちょい抜いて。ボディも6、終わった。はい、終わり。頑張った、和田さん。アメリカ人、アメリカ人、あと1分。そうだね、自分より強いと人としかなぜか踏まされないんです、僕は。自分より弱い人と戦ったことがない。あと何秒、あと何秒、あと50秒。ちょっとこれセット。もう全然走り込み足んないよ、話になるな。ごめんなさい、タイガーに削られる。ワード遅もんかけちゃう。タイガーは強いかんね。ワード走り込み全然足んない。
本庄が曲がって気に食わないんだったら僕の放送を見なきゃいいんじゃないですか。今のボディで聞いてたらちょっとやばいですね。僕は根性曲がってますよ。気に食わないんなら見に来なきゃいいでしょ。あのボディを練習する。別に腐るほど配信者いるんだから。最後の3分だよ。そうだよ、対戦相手ルビさん試合レベルのボディは一発途中でギブアップ許さないんだな。3分やらせてたら。いただきます。おい、ディフェンスが下がってガバガバだ。ディフェンスしてたら怖くないんだ。アメリカ人はずっと真剣に見てたよ。こうやってチャンピオンでしょ、笑ってんの。いいじゃん、別に。そっちの軽く剣も、うん、カット練習させて、その弱ってる時にこそ。これだってローズ倒れるもん、一発に当たったら。いやー本当にリングの上で全然違う。3倍4倍ぐらいの体感で体力がなくなってったね。3倍4倍体感もなんだこれっていう。立ってるだけで精一杯、息するだけで精一杯だった。ずっと真剣に見てたね。もう負けんぞこれ。3ラウンド目これだったら、うん、何もしてないだろ。動け動け。何よし、ちょうど半分だぞ。そう、会長とやったからスタジオの子供がめちゃくちゃ嬉しかった。2ラウンド目の会長がやばいんだよ。ヒカルくんとか達彦さんとかだったらね、ちゃんといけないと思うんだけど。ラッシュラッシュ、あえてこうだ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 、聞かない。はい。聞かない。腰入れて。はい。聞かない。聞かない。全然聞かない。はい。はい。蹴りだけ。はい。打って打って。試合もっと長い。はい。はい。あと長い。やっぱりちょっとわかんないですよ。はい。最後ラスト30秒。はい。30秒。はい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 、はい、はい、お前、自慢の前で恥かくのかな。おい、俺にも恥かかせんのかな。はい、おい、はい、はい、ラスト10秒。はい、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 グローブ合わせて、ありがとうございました。寝るわ、ダメだ、見てらんないわ、ごめん、ありがとう花火なあ。寝るわ俺、見てらんない、ありがとう花火、寝るわ。ごめん、みんな見てくれてありがとう。お疲れ、お疲れ様。ありがとう、みんなお疲れ。死なないときついな。スタミナの、スタミナの課題で。タバコだね。走れないとね。理屈じゃない。もうこれが走れるんですか。走れってたのに、あんな走ったんじゃないの。聞いてない、聞いてない。聞いてない。いや、聞いてない。聞いてない。いや、ちょっと聞いたよ。聞いたよ。ちょっと聞いた。ちょっと聞いたよ。やってきたね、彼。あ、じゃあつけっぱにしておくわ。俺そのまま寝るわ。おやすみ。つけっぱにしておくから、あのみんなでコメントで叩いて。俺もう寝るわ。コメント見れねえわ。みんなありがとう。おやすみ。もう無理。おやすみ。今日は寝ます。おやすみなさい。みんなで楽しんでください。僕見ないんで、もうコメント欄も叩いて結構です。おやすみ。おやすみ。ありがとう。
よっしゃ、やっちゃけ、久しぶりに止めれつく。ついた。ミニストップ近くにある。なんとか学院ってあるの。なんとか学院ってそのミニストップ通り過ぎると。どこの日は何ちょっつってないっすよ。軽いね。パンツ、パンツ。こうなりました。アメリカじゃ関係あるじゃん。あれかっこいいの持ってた。あれでこなしたいな。あれこれも。これ？で下。下。これ俺のボイスだから聞いてて、パンツ、パンツでいいから。やっとけー。これ大丈夫。ここ、ここー。やったー。声の問題だよ。メンバーの問題だよ。お疲れ。来た。やっちま早く枠つけて。うん、みんなウォーミングアップするから。早く早く。それもさ、つけてさ、充電しながらできるの。俺のあれがある。充電のあのバッグだよ。あれだ。俺の世界にあるから。ちょっとじゃあ借りる。あ、ダメだ。やっちゃおう。俺も充電しないと切れるわ。充電器ない。充電器あるかいな。待て。すげえな、これ。あ、ロープ。ね、これは大丈夫だけど、充電スペースだ。面白い。まだちっちゃい、これ。こうやってる。そこにある。それでいいの。あそこ？じゃあ、これちょっと。ここへ来いよ。ここへ来いよ。テレチャンピン来ないんじゃない？あ、じゃあ、こういうの。いやー、どうだったね。あ、お疲れ様です。あ、ウィス。髪切ってる。あー、恐竜。本格、あ、ウィス。この人かわいい。恐竜ゾロいな。本当にかわいいんだけど。やめてください。やばい。付き合って。付き合って。お疲れ様です。あ、ウィス。あ、アメリカ人か。誰かわからない。腹出すぎや。バイさん連絡取れないね。取れないから、多分寝てると思うよ。ね。なんで。俺のせいされてるからな。あんたやろ。そうやろ。これ使うんだよ。使えばいいよ。借りてやるときここに入るくらい使うんだよ。これで実際のリングこの広さもうちょい広いけどこんなもんこんなもんだと思ってます。だから逃げたりっていうか距離取ったりはできない。その詰められたら行くしかない。そうですよね。多分回る練習をしないと、はい、押して離したもんな。いいないの。ウルトマチ来たの。はい、来ました。ここもあるじゃん。あれあるじゃん。あ、じゃあそこでいいじゃん。なーに、ちょっと取りやすいとこ、取りやすいみたいな。ちょっと映して全体入るみたいな。ただ、こっち向いてる。むかつかな。ほんとむかつかな。一人だけどっち違うの、ヤンキーが。違うやん、一人だけ。もうちょっと締め直し。でもグローブはそこにもあるし、使い回しで空いた人も借りて。ありがとうございます。まあそこにあるよ。今日10分ぐらいあるから、その触るだけだ。そのベルトをするわけ。パンツも違うの履けばいい。開けた方がいいか、テレビは。そうか。え、開けるんですか。開けるんですか。触るだけ。あ、怪我したらね。いや、さよいしょ。おしっこのね、みんなの持ってたの。これです。ダブとワンツーで。少し、当てていいよ。はい。ここに向けちゃう。少し当てていい。はい、チェルに持ってきて。ちょっとほんのちょっと、ほんのちょっと。ちょっと、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 松だよ。痛いね、絶対これな。はい、スリー。スリー。スリー。
ここに蹴りたい。
下は見えないっすね。股関節柔らかいし、多分左右いいっていうのは本当に殴るのは顎先行ってんのよ。まあ流れてる。まあまあまあ。OK、まあ絵面的には綺麗な。押しかないか。絶対こうバーン。え、さっきだ。黒いだね。ダメ。黒いだね。誰かいるなと思ったんですけど。一緒なの。手にも一緒なの。もう本当に。シュッ。そうそう。
もっと上から押す。上から押す。上から押す。膝を高さで、そうか、そうそうそう。ミット、うん、適当でいいね、そのガッツリやるやっちゃけん。ああ、何今回すこう、グローブとかあるとする全集合する。一回集合しようか。一回でいいんだ、みんな。もう多分、みんな回して。あ、はい。見て大変じゃないよ。おお。ネタでやってたから。
すっぽり見てもはい、みんなカメラスイッチです。オッケー。発育校こっちが開いてるのか。そう、こっち開いてるからそっち埋めてほしいけど。行きます。あ、いいね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 。オッケー。会長前も今、俺も欲しい。まだ、最初の、オッケー。最初のね。こっちね。うん、カメラそっちだ。そっちそっち、行くよ。はい。ちょ、5秒ぐらい。ちょ、待てよ。で、ピロンってなめたの。あ、なんか OK だよ。こんな感じで言うと、声と映像は拾ってるから、ね。じゃあ、Twitter で拡散しといて知らんそうだね。まあ、リツイートか、音追してもらえたら、せっかくだからね。一回落とす。こっち見ない。マジ？いや、いけす。時間がないから対応できるんだよ。ありがとうございます。あとでツイッターで宣伝しておきますので。でも始まってるから。始まって始まってる。もう音声の映像。公式ラインで全部撮るだけど、マイクしとこうか。あ、もうアメリカでは捨てたけど捨てた、入った捨てたこと捨てて入ったか入ったな、今入ったな、めっちゃいいこれ、さやまさん、いきなり肩こらえた、さやまさん、びっくりしたから会長連絡タオルを売ってから、金梅チンから連絡あった、会長連絡ないの。え、でも今回金梅チンのために来たの。いや、あの、たまたま来てる。って頼まれたわけじゃなくて、どれその練習するって、あ、僕に混ぜてくださいって言って。そういう流れなんだ。あ、別に、来なくても僕は別に。いや、来てほしかったですよ。一緒にいたの。来てほしかったですよ。え、連絡一つない。でも、来なかったからって僕は彼に何も言うことは。あ、そうなんだ。大丈夫です。大丈夫です。捨て頃出ないとか言い出してるよ。僕は大丈夫です。あ、ごめんなさい。あ、見てないか。酔っ払ってないか。今日はアドレーショップの場じゃ、ね、敷き取ってやるのかな。なんかミュージックないですか。あ、やったね。ボクシングの、うん、サウスポーです。ミュージックテンション上がらないでしょ。テンション上がらない。ワンダーシルバーのテーマとかけても一人一人紹介したのめっちゃ聞きましょう。とりあえず順番に、はい、アメリカ人から行く。いや、わざとできない荒野がいい。今荒野の荒野の時間を押してきてるから、はい、一人一人カヌキみたい。どうもこんばんは。こんばんは。すみません、なんか反省しないって言ったけど、反省しないのか。いや、反省し、反省したの。なんでカヌキ反省を、反省の全然あの綺麗けど坊主じゃないか、反省することないけど大丈夫。いや、全然今井さんが来れなくなったけど、まあまあまあ、あれはまあ金梅人も悪いからね。うん、まあ誰かとスパーリングして、ね、足かぶったからね。これでも危ないね。卑怯な感じ。お願いします。あれでちょっと挨拶だけしておこうか。じゃあどれさんみたいなことを。じゃあ今日は、ね、スパーリング大会だし。で、全員やると。そうだね。あ、女の子も。いや、女の子はあ、やらない。一応、一人一人に当たるんですよ。あ、当たるんだ。俺やだな、ここら辺やりたくない、ここら辺は。それまずちょっと感じましたね。一人一人紹介も兼ねてさ、一人一人ミットやったら、2分で時間かかるんだね。なるほどね。そしたら最初は窓からね。窓から。あっ、どうですか。どうですか。実況もしてきたね。どうこう。時間ないんで、自己紹介半分しなくて。しゃあないな。これ食らったらやばい。えい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 え最初入って OK、大丈夫だよ。じゃあ、時間さん、リフォームになる。誰やんだよ、お前。あ、これ行く？やります。あ、あら、サポートなんで。はい、行きますよ。はい、スタート。はい。
これずっとこれです。ではきれい。はい。ゼロこれで。はい。
これやばいね。ワードおかしい。これ大丈夫か。何もやってるだろ。髪型だけ平和選手みたいな。なんで見た目だけで。なんかいいや。お前それいい。はい。左、はい。
お気合いだわ、じゃあ、はい、いいっす楽しいんですよ。じゃあ会長もやる、会長、あ会長もやる、あ、はい、疲れた会長、めっちゃ痩せたからね。そしたらみんなお腹が出てないもんね。残りの人はレダースの準備室、そこに、はい、あの使えるのもあるから借りて、足に巻いて、ミノンからやりたくなるよ。ミノンも分かんないかな、分かってない、多分教えてもらってなくて、これやっぱりまだいい。いただきます。もう何人ぐらい疲れた。例えばこうやって肩でからやって、両手やって、で、パンチ効く。はい。片手なし。いきます。その、ワンラウンドでやってみます。うん、踏み込んで。2分ですよ。スパーリングは3分でやる。今はもう、できるだけ回したいから。シングルラウンド。じゃあ、始めます。マヨネーズの匂い。本当、うん、これぐらいで当たるか当たらないか、そうそう、すげえ食べたから足してそこ、で、こっちにお互いに出すお風呂入ってないから。昨日、よっさんとかヨガヤ見てるから、これぐらい最初の頃小玉勢と温泉行くからちゃんとカットしたいから、はい、カットしたすぐ切れたりする、切れたりする、そうそうそう、カットしてすぐ切れたりする、そうカットして俺も切れたりする、これをこれを切れたりする、これじゃうまい、手を切り返した、手を切り返した、カットしたら切り返した、
緑使ってる。そうそうそう。これ怖いな。手が怖がる。しっかりカットして。これローキック何発かもらったし。カルは170。これでやってても試合の時はもうガバガバになるから、はい、ちょっともう意識高くなる。なんか入ってでかいところ、距離が、はい、手の長さの長さになるから、こう、ハイキック手の手で、こっちに、ちょっと回してある。だからそれもいきなりケビン君だ、コンビネーションお腹から切ってなんか当たらない、90やね、多分、もうこっちに必ず蹴る時はもう、手から手で、ザウさしといて、バーンって取る。おぉ、そうだ。こちらの人も、今日は、手頃のメンバーに、俺もなんか、来てって言われて、はい、それが強い。これ、最後、やばいじゃん、ね、これ。いや、来て。1分半ですよ、それ長い。じゃあ次、カルワードですね。今ぐらいだよ、分かった？はい、ちょっと待ってください。バグってるよ。どうした？いや、ケリー、テーブル用意してない。テーブルなんだよ。はい、ケリーもなんだよ。私、足つけないし。お前、試合です。いや、足つけない。足つけない。お前もなんだよ。さあ、ウェイド。最初はそんなに勢いよくじゃない。最初はかなくなると寝らなくて寝らなくて、あとでこう見返るんですか。ワゴはさっきが強すぎる。待てよじゃない。これは目を鳴らす、お互いの練習だから。だんだん上げていくからね。今のはいいジャブ。マジやばい。アングルの俺のセンスお前らにできるの。ちょっとメガネつけて。あ、はい。メガネつけて、よく入ります。はい、あとで持ち出すか。いや、映ってる。映ってるな。映ってるけど、皆さん、家画面で知らない。ただ投げるだけです。だから、こう見てるだけだから。かかってんだ。確かに、これだけ。気絶しちゃった。大変だから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 。もう、スパラメーションくれないの選手のカードを書いてたら教えてあげる。あるいは、ガードを書いてたらちょっと顔を変わってみよう。ちょっと激しすぎる。まだ激しすぎる。激しすぎる。まだやるぜ。じゃあ、和道残りで立ち行くことがある。見てるだけでいい。すごいっすね。めっちゃ見てないから。ワード当てる練習だ、これ。あの、しっかり防御してコンビネーションを試す練習だから、一発当ててやろうじゃなくて、お互いの練習だ。スピードはいいんだよ、出して当てないから。こういう時にスピードは、そうそうそう、それでいい、それでいい、それでいい。それでね、大丈夫かな。私詰めたらなんかやんの。そう、当てなくて、当てなくて、まだ当てなくて。食らっても生じないから。それも練習なんだ。練習。プレッシャーで負けるとすぐコーナー詰められるから、ね、嫌だったら回る。これ抱きつくの。はい、これは柔道みたいな。一瞬はね、一瞬はいいの。身動きを止めたら反則だ。ほら、ワード回らないと、まっすぐ下がってる。サイドに回る前にサイドステップして。で、ボットとか使っていない。そのカンタでインロー当たってて何の意味もないよ。インローでダウンする人なんかいないんだから。コンビネーションも試しながらやんない。30秒。マスピース、マスピース。持ってきたんだろ？持ってきました。はい、このランドでいいよ。アウトサイズ違うよ。ていうか、お前運動不足だよ。
疲れた。まだまだ当てたら。10秒。こういうの覚えないと相手が出てこないんで。よいしょ。じゃあ、立ちこの子に行って、入っちゃう。難しい。ブロックあるの？マジで。スペースいらない。マジでやばい。どれくらいの差し力加減で。もうみんな上手だったよ、すごい。試合っぽくなってきたよ。これでやるな。ところで。OK。最初、メイだってこれぐらいでいいと、目鳴らしはもうこういう。はい、こういう。そう。うん、これがマスですよ。そうそうそう。はい、頼みます。これ、あんたに前から大丈夫。ドタキャン GT って呼んでる。経験者だから。昨日もそうじゃんかな。マウチおるんじゃん、桜新聞。早いね。そう、確かにスピードスピード。相手がスピードとスピードが。そう、アップシュー。バランスとスピード。どういうわけでも。プレッシャーかけられたら追ってっていいよ。あ、よしです。はい、次光ごめんなさい。
あ、ありました、すみません。あった足だけ最近取るやん。ちょっと休憩。じゃあ、次3ラウンドやってみる？みんな交代です。さ、次3分で、ワドだけ3ラウンド。僕がつけます。めちゃくちゃうまいですね。めちゃうまいです。今何分？今1分半だけど、次3分です。あ、こっちゾーン。こっちギターだと食べれます。本当に見れます。あの、本当に初心者なんで、ハイキックとかも止められるんだけど。アメリカ人もない。すみません。会社近いし、俺も見ハイキックしても3分。俺も見切れない。3人近いですか？いや、こうやってやれよ。ぜひ、ことは。結局やるかもしれない。とりあえず、一式服買ってきて、今みたいな変わってきたけど。いや、決めた君やらんのか。この間ちょっと素人ちょっとマスネとかスパやったんじゃない？あ、そうやとマスネがあるから。みんなこうやって準備してやってもらう。そうでしょ。やろうやろう。せっかく来たんやから。アメリカでよく考えてサングラス取れないし。そうか。え、まあカメラ大丈夫だよ。こっち入れば。顔なしにしたい。そういう振り向かないやん。つけるわ。当てる感じ。余裕余裕。一発は当たらないから。パーって感じ。バーン振り向かないけど。タイミングあったら、うん、あともだんだん強くなってきて、お前もらう可能性ある感覚でね、まあ、強く打つと相手が熱くなっちゃうね。強くっていうのはもう余裕がない証拠だよ。どうやってつけるの？コントロールです。素人バトルで3人でやるじゃん。3人でやるから3人もない。足短いから全然合わない。マジでバッタ足が短いから全然合わない。マジでバッタ足が短いから全然合わない。もしかしたら当たるかもしれない。じゃあやりましょう。試合前ですか？肘と膝を伸ばして。これ中さんでもね、これそれはこう当たる。はい、やりますよ。何がそっち？試合が、はい、これ付け方がまずわからん。これもわからん。これさ、これでどうやったの？これダメでしょ。足やばったってよ。はい。鼻つけちゃうときはマジで。ないです。そしたら、和道が元で、3人で回すから、順番は、光る会長たつ1個。1ラウンドずつ。さっきよりもう少し上げて、ただもうパンチは、要するに打ち抜かないで、ストレートはもう、カウントされるだけ。蹴りも、ローキックはいいけど、ローキックはダメージ残るから、そんなに強く、まあ、程度で言うと、まあ、これよりもうちょっと、なんていうの、後ろに違うよ、ポンって、ポンって、みんな分かんない。昔ようなもんか。強すぎる。違うかな。もう本当そうですよ。コンビネーションの中で、あれ、ゴールない。押し込まない感じ。入ったな。入ったな。3つないのか。最後にどうしてもその強いんで、一番最後にね。これ借りるじゃん。絶対もうダメージ絶対残らないぐらい。ただなんかきついようにしちゃって、俺だって何か倒せるのか。すごいね。パッと教えてあげる。空いてるよって。逆に付けない方が安全だから。相手にダメージ与える練習。そう、インドとかに対して、ちゃんと練習だからね。せめて僕、グローブだけで、つけた方がいいよ。ここつけとくか。やっぱ、あの、私たちアイドル枠だから、顔が大事だから。サングラス外した方がいいよ。あの、一発も当たらない。一発も。いや、つけないですわ。今日はあの、ラーメン屋スタイルに。やっちゃったいや、あれだな。アメリカ人。コラも、コラも。準備しな。3人でやる。ちょっとこうや、やっちゃう、やっちゃう。こうや、はい、準備しな。どれつけていいんですか？どれつけれないの？色が、色が、ところちゃん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 、はい、パンツが、かっこつけいけますけど、パンツしてらっしゃって、はい、パンツ、さっきの、パンツ、さっきの、ゆうゆう、そう、ところちゃん、パンツがすごいから。あ、それ、3日間見たら、頭が痛い。安全。あの間だけ普通な。カメラここだから、そこで喋ってたって普通なの。ここだ。これダブル。そっちも映るようにやってるよ。なんでこれカメラ操作。なんで音部分だ。そっち映るじゃん。音部分じゃ。これ片方しかない。やっちゃうの。そのブログ何でもいいじゃん。ここも映してますね。足元注目だから。ここも映る。疲れ。やる？
もうちょっと2700だったけど、まあ3000人ぐらい。なんでこんな方がいいの？あ、そうだよ。僕受けた方がいい。やれば。連続っていうか、見ないとセブン。あ、ヘッドギア。向こうは向こうで一緒にやってんの。そうっすな。じゃあ3人でバトルやりますか。バトル打ったら動けんのに。そこはやったよ。3つしんどいですね。ピゴス大丈夫ですよ。はい、あらら、めっちゃ痛い。それもやっぱり練習したら立ちにいくら才能があって強くなるか、定期的にほら茶道ぐらいやんないと。これ誰もがすできたの。みんな練習してるから強いじゃん。じゃあ1分半でも待って、誰も多いな。サバイバートル、サバイバートル。でも1分半で押して、え、こうや、こうやろ、こうやもこれ順番だよ。いや、2対1や。3人でやろうぜ。3人でバトルロイヤル。バトルロイヤルすぎて。色んなつけますか。仮想が、仮想が。じゃあもう、ダグマッチします。仮想が、仮想が大手ってどうだ。仮想が大手を2対1。俺狙われる。俺3日間寝てないからな。ブランクよ。ブランクしない。いや、それが面白いですね。なんでそれ痛いんだよ。なんで雑げてんの。こんなど素人な、俺一人で十分じゃ。何人では無理だろ。どうやって動いたんだよ。しかも、一人多くやっちゃうな。会長、会長光る
初飛行。いや、多分これ僕の使いになったら、しっかりございます。想定しちゃいました。3分ぐらいで。スワードまっすぐ下がって自分の本心待ってるやつや。カットをしっかりするパンツを着たらしっかり避けるな。それから彼女もらってるけど今軽くやってんねん。もらってるから当たりましたよ。ダメなんだよ。しっかり叩いて返すっていうな。どれさ、3分ですか。これ3分で1分そんなんの。え、どれ行けよ。行けよ。そこ壊れてるんですか。スワードならない。1分やばい。うんこ漏らすんですけど、昨日は正面で、今日はそうですか。汚ねえな、俺の配信。3、4、7、女上、毛が丸くなっちゃうな。今何分？時間9時18分。8時18分。え、3分ワンランドですか。そう、だから次は、あれだ、あの、3分間さっきより少し上げて、はい、で次はつけなくていいの。次は、はい、4時です。それじゃなくて、もう1個あるんですよ、その時は。あ、もう1個ある。財布がない。これじゃない。あ、ほら、待って、できるんだったら言ってることするんですけど、これか。スピードは上げていいんでしょ。スピード上げて、あの、触るのはいい。でも、あ、金ちゃん、おむつ借りてきなかった。おむつ借りてきなかった、金ちゃん。合計11分ということで3-1、3-1。そうだね。和道は3分間やって、しかも1回して普段より多く動いて、で1分間で1回動くのが次のなんで、3周で動かなきゃダメだよ。もう辛いからってこうやって見えないから意味ないから。で、ヒカルはもう1ラウンドしかないんだから、いろんな攻撃パターンとか同じのばっかりじゃなくて、普段やってないことも。で必ずコンビネーション、足だけとか手だけ意味ないから、手出したら足、足出したら手で終わる。気づきの話ですよ。でしょ。お互い、ね、最後は自分の攻撃で終わるの。もらって下がって終わりじゃなくて、もらったら絶対返す。はい、アメリカ市民っていっぱい書かれるよ。え、どうも。あれ出た。で、いくよ。はい、行きます。レディースタート。3分待ってる。あ、3分。11分で計算してる。ダメだ、ダメだ、ダメだ。いやいやいや、ちゃんと計算してる。じゃあもう一回。はい、行きます。すいません。はい。もうちょっと行っていいよ。あの、スピードね。はい。そうそう、それぐらい、それぐらい。うん。だから目つぶんない。あ、もういい。そうそうそう。グローブが大きいんだから、もらわないから、そんなに。そうそうそう。ワードちょっと振りすぎ。これフルスイング。振り抜かない。止めない。ウェイ。おー、ただ、手からじゃない。手から足までだぞ。すみません、上がってるっすね。見すぎ、見すぎ、行かなきゃ。終わっちゃうぞ、行かないと。大丈夫？ダメージ残ってる？大丈夫っすよ。
じゃあ、こうやる。じゃあ次、会長ね。おっさんさ、3分。1分、1分で上げるんだぞ。1分で国語で戻すんだぞ。
触り方ですから、赤はね、膝を使いながら、手伝いもどうなんですか。使い分けて、大事にスタミナ、それはぜいぜい言われてた。このままでもないよ。はい。これを取るよ。はい。ここは、あ、下がって。こう、下にこう、はい、膝が来るから、はい、これ手をしながら、はい。しっかりジムで教わって調整して、ちょっとディフェンスがちょっとパンチのディフェンスが荒いから、目も悪いですね。しっかりあの練習すればできるから、今やっぱちょっと時間が空いちゃって、追い込みそうです。どうですか？頑張れ頑張れ。膝ゾーンは、いいです、しもみったね。パンチのディフェンスが待ってる。ラスト、やっぱり。はい、よし、アメリカ人再開しよう。はい、3分いきます。3分ね。あと30分でいくじゃん。第3ラウンド目は、手をどんどんなさいが、思いっきりじゃないけど、コンビネーション出して、自分の知ってる技全部出すわ。バックハンドブローで試していいんだ、試す練習だから。それも手だ、それも手だ、しゃがんじゃうのも手だな、分けざるを得ないから。そしたら手出して、手出して、内側から。だから近い距離でうろうろしてると捕まるんだ。近い距離で首にもなし、首にもなし、休憩しちゃうから。第3ラウンドは H が多く見られる試合ですが、したいな、したいな。試合の時はまあそんなのレフェリー決めるから休めなんだぞ。はいはいはい、ちょっと待って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 、グローブタッチして終わり。ああ、あと1分半、残り1分半。え、残り1分半。いや、1回ブレイクしたからもう1回鳴らした方がいいかなと。なんだよ、じゃあもう1回1分半から。はい、取ってます、ちゃんと。いいよ、行きますよ。K1 は首相撲外す。アメリカ人も素人からそんなルールねえだろうな。途中でゴング鳴らした、ゴング鳴らして終わりなんだよ。首相撲かな。ダメだね、ボリュームそんなったらダメ。ワドでもいい練習なんだぞ。ボビーもらったら効くんだから。うわっ、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 うわ。ラスト1分素人にあんな持ってくれたか。
俺にあんまり…あ、おすごいな。えちょっと音あげる。めっちゃおもろいやん。なんか聞いちゃってるから。なんかおもろいやん。あと何秒。あと何秒。あと50、50秒。ちょっと押し込むな。水ぐらい。私の水。そうそうそう、違う、そうそう、ここにセット。もう全然走り込み足んないよ。話になるな。ごめんなさい。体力削られる。ワード。おそんかけちゃう。ワード。走り込み全然足んない。話になるな。気合出てきたら苦労ないな。誰だって気合出てきた。今のボディで聞いてたらちょっとやばいですね。走んないと。10% ぐらいですよ。力が。あの、ボディの練習したんです。試合再開まで10秒。最後の3分だぞ。わけが集中して。試合レベルのボディは一発。途中でギブアップ許さないな。3分やらせてたら。いただきます。ほら、ディフェンスが下がってガバガバだ。ディフェンスしてたら怖くないんだよ。ちゃんとアボカバーしとけば。そうすると軽く蹴るもん、カット練習させる、その弱ってる時にこそ、これだってロープ倒れるもん、一発に当たったら。頑張れ。もう強い分蹴る。まだ大丈夫です。もう負けんぞ、これペグに。三段取れこれだったら。何もしてないだよ。動け、動け。ちょうど半分だぞ。出せ。出せ。もう何でもいいからもう今日やんなくてだ。出せ。はい。出せ。追い込んで追い込んで。はい。出せ。出すんだ。出せ。出せ。はい。出せ出せ。はい。こうだ。出せ。はい。こうだ。はい。打って打って。聞いてない。
聞いてない。じゃあ3分いきまーす。おめでとう。目先でしか覚えてない。リーチが長い。手が長いから。ところか、うん、遠距離やる。近づかない。パンチ。マスだから。本気でやらないです。おっ。隠れてる。おお、なるほど。簡単。1分半。3400人ぐらい見てますよ。リアルタイム。残り1分。牛殺し。遠いもんな。パンチが届かないと。後ろにのけぞったら。どっちの方がいい。
のつけるいや、つける練習してないからテレジャムボコボコで和道の柄を変えればいいあ、2つあります、そこにもありましたその赤いやつここにあるよ、楽しいあれどうやんえピッケルいる普通のなんピッケルいるおしゃれなバールいらないあと誰かやりたいっすよねはいはい持ちきれないやりたいうんあーいただきますあ、大丈夫大丈夫徐々にあのパワーは入れないけどコンビネーションでね、首とか打ち分けたり蹴りも。じゃあ行きますよ。あやまも胸借りて。まあ、もう引き取るよ。そうですね。それで引き取る。ダセコちょっとヘッドギアつけてやる。あ、わかりました。あ、ごめん、マイス。こ、後ろ伸びよう。OK ですか。何、いいですか。です今シャツ着ながら戦うのやってんのいや、わかんない、スイキャスマンあ、じゃあ、ロニーがシャツですあああれはバカだったあ、行きまーすえ、本番でこれつけるのつけない、つけないつけないってことはもらったら倒れちゃうんだうわぁモロに組んだら衝撃や行きますよおい胸借りていけそうそうそうナイスいいパンツじゃないかおいもういいじゃないか倒す倒すおいナイスローおいやるやんやるやんやるやんおい長いねリーチがおいナイスロー蹴りが動画ええやんけ攻めてるいけるやん光が押されてるかな見てんのか光のまま後からその見てんの大丈夫かちょっと返せ返せになるナイス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 ブレイク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 かなりやばいかなりやばい怪我する怪我するあの聞いたらしゃがんでいいんだぞ普段やってないのおーナイスヘッドスイートうまいおーナイス力蹴り返せ絶対相手に自分で終われ最後はいどうだしてるはいどうだしてる練習してない練習してない腹立つよ軽く蹴るぞ OK ナイスいやリーチが長いんだよダムが余裕が長いんだどうだしていいよナイスナイスナイス押そう押そう押そうナイスナイスいけ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 いナイスナイスもう少し休むラッシュを狙ってうんあの落ち着いたら相手にポーズタバコタバコとかないから試合にないからあと何分残り1分5秒ええまだあんのこれ3回あんだぞ残り1分45分ぐらいでぼちぼち出る準備。
って靴にはこう開けなきゃいけないから。今何だ、今何だ、今何だ、47分。みんなで最後画面に入ってます。一人一人意気込みかなんかかってね、はい、まだ元気なのかよ。おかしいな。で、やるんすか。パラコちょっと入ってやりにくいと思う。処理が取れない、入れない。タイマー今お願いします。じゃあ3分で最後のラウンドな、今日3分、うん、3分、うん、5知らない、3分で5知らない、5知らない、行きますよ。まず、いや、ヒカル君も待っていいですか。危ない、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 早く取ってね。しかもめっちゃ汗かいてる。マスピースはねえ、早く取ってますね。めっちゃ取ってます。邪魔だから、ちょっとやる、撮影の邪魔だから、ちょっとマジな方で3000人以上見てるから、早く取ってますね。早く抜けるだろ。行きますよ。抜けれない。ラスト行きます。じゃあ昨日はよくなっちゃいました。調子よくない。はい、やんないとだから、あのミドルキックもらいすぎ、ちゃんとガードしないと、そうそうそう、丁寧に丁寧に、そう、雑にやっちゃダメ、やめ、隙がない。今のはどう、顎を引いてあげな、パンチもらいすぎだから、1年前は売れんけど、いっぱいあるわ、いいや、残り1分、
続き見たい。お前らさ、ずっとコメント見てっかんな、お前ら。おい、好き勝手言ってくれてんじゃねえかよ。おい、ずーっと見てたかんな、コメント欄よ。おい、おい。花火一発くんね。花火一発だけくんね。いや、もうこれ流すから、残り時間。一発だけちょうだい。一発だけ。ずっともうお前らはもうほんと腹渡に、お前らほんとにブロック入れようか迷ったかんな。ブロック入れるやつ70人ぐらいいたかんな。ハートありがとう。続きご覧ください。ハートありがとう。おやすみ。お前らよ、おい、俺がよ、おい、出るよ、出るよ、おい、見てんだろ、なあ、あ、もうけるけ、いらない、もう終わりだから、お疲れ、動画も終わり終わり、動画も終わりこれで。動画も終わり、うん、はい、皆さんありがとうございました。本人不在の枠でまさかの閲覧700朝方に行くと思いませんでした。
お疲れ様、みんな。動画、昨日の動画だよ、これは。うん。ありがとうございました。はい。ああ、ありがとう。お、花火3発も、花火3発ありがとう。皆さんお疲れ様です。ちょっと不甲斐なくて、申し訳なかったです。精進します、本当に。申し訳ありませんでした。本当に頑張ります。体力ないんで。当日、弁当太郎さんの枠盛り上げます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。